よし、始めていくか。いや、久々だから何にも覚えてない。ナンパとかも覚えてないし、いやー、寒くなりましたね。多分もうこれ応援するときはもっと寒くなってると思うんですけど、うわ、ここか。もう4面か。よし、やろう。これ収録も取れてる。うわ、こんなにきつくなの。ちょっと待って。うわ、あー、もういいや。ちょっと焦ったわ。そっか、もうこんなに鬼畜なんだ。これ次のボタンじゃん。ボタンちょっと狙いたいね。マリアとかレベルないからね。ロールプレイングみたいにレベル的なあれないから。なんかステレオのあれが聞こえた。よし、連れてったもんな。いなくなった。お、なかなかこれいけるんじゃないの。おお、えらいのなせてきたぞ。こっちもこれさん、ごめんね。これ絶対に下行っちゃダメなんだよね。あれがないから。あ、いきなりか。それは鬼畜マリア。なんかビッグマリアもね、昔ね、その要はなんかハック詳しいみたいで、私もね、ビッグマリアとかも昔作ろうってできなかったんですよね。だから今の技術やったらできるから。なんだこれは、なんだ。怪しい。え、かわしてる。何持ってんねん。あ、そっか。え、だとしてここがセキュリート収穫機ました。こういうのやってこないとね。もしこれが鍵隠されてたら探査不足だから。おお、どうしよう。スーパーマリオ、あれだろう。もう、分かってる。あ、これ？なんでこいつがいるの？あお、ポリス。上に蹴ってか。ああ、かまわんよ。これね、そう前からできてるとはと思ってね、スーパーマリオ。音楽のピッチをね、変えてるだけなんですよね。いつまで続くんだよ。いい加減にしろよ。10、9、8。うわー、え、何？もう無理。急げってか。くそ。
やめてよそんなの。もうなんとで言うの、4面でこんなきつくよ。もう最初からきつくだった方がいい。スーパープレイヤーじゃないんだよね。スーパーマリオなんかずっとやってますみたいなんじゃないからね。そんなに腕はないんだよね。そのヨッシー禁止ゾーンってあるみたいなんだ。その巨像とかあれよっぽど勉強してるんだろうね、もうアメリカ人は。だってさ、あの何ほら、これスーパーマリオの3のさ、あれだよ、ほら、ああ、どけよ、あれ欲しい。何でバタバタしないの、これ。これ強いじゃん。なんでこれしないの。危ねえ。装備残しとかないと後で。あ、なんか、今あいつファイヤー撃たなかった。怖い怖い。どっかファイヤー出てきたの。怖い怖い。どうやったっけ、ここか。こっちかい。で、こっちだろ。何してんだ。あ、ここか。わかりません。どうクリアしよう。でも大体わかるけどね。あの羽場に戻るんだろ。いや、こう押しときたいね。押しときたい。ちょっと待って、間違えた。的に面白くないかもしれないけど、あ、ここ、ああ、思い出した。行こうか。そうそう。ここから次回やろうかなと思ってて忘れた。もうね、オンエアとか早い、収録難しいからね、もうあんまやらないでしょ。なんかね、一発撮りでさ、一面もクリアできないからって、やらないからさ、もう。マリオも結構オンエアされてさ、結構アップされてますよ。どんどん追っかけてきてる感じだね。なんかね、あ、そう、ここいらないんだ。緑の恩恵されておけるから。あぶね。これはね、あ、消えた。そこなとこで。まあ、どっか消えるんだろうけどさ、ここどこで寝てんねー。これもう跳ねがないと無理でしょ。こういうことっすわ。羽には銀と青があるのかな、なんかよくわかんないけど。で、ここら辺でプチューブと押すと。ちょっと早すぎたね。失敗した。最悪だ。あぶね。天才これだから困る。で、これを持って、あぶねー。今ちょっと言われるかと思った。
よかった。ああ。どこやったっけ？あたたた、行け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 。もう、まあ、迷うな。何も迷うな。オッケー。で、これどこ行くの？おう。そう、いや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 、次こっちかもわからんね。どうしよう。いやここはもう、ここは行かないとな。あの中の方面白いと思うね。いやここだな。間違えた、惜しいわ。赤はちょっと行っときたい。あそこの橋のとこ行くと思って行かないんだね。はあ、なるほど。あそこまでやってないからね。途中までちょっと、やりましたけど。まあ、順調に2面はクリアしてるし。ね。まあ、いいんじゃね。いや、今日ね、このパートで、ここ行っときたいな。行きときたい。ここはファイヤーマリオ。ああもう本当に。あそうか、中間でも30分だから。そのための中間だな。もう、あ、いや中間取っときたい。中間じゃなくてあのスイッチ、スイッチ取ったらスイッチが3もね。そりゃそうでしょ。確かなんか難しかったと思うよな。実際は覚えてないけどね。おお、なんか怖かったよ。なんかお、怖っ。どこだろうね。絶対無理だな、なんか怖え。あるわけないんだけどな。さあ、どこで羽があるからな。あ、そう、まっすぐ行ったところの下にあるんだよ、確か鍵穴が。確かそうだったと思うよ。ちょっと簡単でね。あの P の羽は何なんだよあれ。まあ今日はその3面もクリアっていうか、あんだけクリアしたらいい方じゃない。いつもあんま進まないからね。4面もう開拓したよ結構。
あ、じゃあセーフしとこう。セーフしとけ。やばいやばい。こういうとこで忘れてた。なんかあったら終わりじゃん。わかりますかね。育てて右行けっていうことでしょ。あぶね。ああそうか、こう。これ食べるの危ないよ。ああ変なもん食中毒どうすよ。こんな子供にあるんだ。あらららら、じゃあれもし、よし、なんだよ、訳わかんない。ああ訳わかんない。もう間違いなくここじゃん。これ上でいいのか。ちょっと待てよ。下怪しくないか。お、おお、それだけ。簡単すぎる。王様で使います。でもこれで終わりか。ちょっと待って。簡単すぎるやろ。なんだ、あの P の、なんだ、スイッチなんなんだよ、あれ。あ、そう来た。やったー。あ、じゃあ僕、強くないか。よっしゃ。では、今日は切りがいいので、これで終わっておきたいと思います。次回に続く。